本日第1回目の着物遍歴ということで、はい、はい、1回目は正木チーフにご協力いただいてご用意いただきました。チーフよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。正木チーフ、今日着てらっしゃるお着物、大変素敵なお着物をお召しかと思うんですが、はい、こちらのご紹介からお願いします。はい、こちらはですね、ちょうど着付け教室に通い始めた頃で、そこに何気なく入っていた時にちょっとしたワゴンの中で山積みになってた中の一本です。で、あと帯はすごいヒントを与えすぎてて、市松好きって言ったらこれが届いたんですよねで、巻いてみて、であんまり動物とか好みではないんですけど、ちょっとウサギがついていて、ウサギって恋の神様なんですよなんて言われた言葉にうんとかなりで、まあ、じゃああれよあれよの間に一式を揃えることになりまして、一番最初に自分のサイズで作ったんですけれども、一度切れなくなりまして、でちょっと洗い張りをして仕立て直しして、今マイサイズで着ております。コーディネートの方のご紹介もお願いします。はい、まあ、こちらは本当にこれをお見立てしてもらって帯をつけられて、でその時のコーディネートのままなんです。なんか時々帯締め変えたりするんですけど、やっぱりなんかこの一式できるのが一番落ち着くというか。はい、では続きまして、はい、真ん中のお着物、こちらはどういった経緯で出会われたお着物ですか。はい、お客様からですねいただいたお着物なんですけれども、結構柄も色味も自分の好みでして、でお仕立てして、で、まあ、いざ着ようってなった時に着物は出来上がったけど何合わせようっていう流れになった時に、催しで濡れ書き友禅の山田明先生っていう先生がお見えになったんですよね。作家さんなので絵描いてあげるよって言ってくれて、世界で一つだけの自分の帯っていうことで、で生地選びから色を選び、で私名前が美和っていうので、そこからヒントを得て、ここ雪場が3ついるんですよ。ここで美和で、そこにどういう柄が好きなのっていうことで、まず市松です。まあ、生地にも市松が入っていて、でここにも市松を入れてもらい、であと花は何が好きっていうことで、桜と蘭菊かなって、まあ、そこは今も変わらず好きなんですけど、でそれをお伝えして、でじゃあ僕今日夜デザインしてみるねって言ってもらって、でさささって書いてもらったのがこのデザインなんですよね。もうその瞬間もあもうこれでいいですっていうような感じで、でここが前腹なんですけれども、季節に合わせて2パターン書いてくれて、で本当に3月4月はこっちを巻いて、まあ、通常は字が見えるように締めてます。最後にのお着物をご紹介お願いします。はい、日本着物システムっていうお着物の加盟店がギュッと集まって、旅行に行こうよっていう企画が毎年ありまして、今年はモナコだよっていう時に、自分では絶対選ばないんですけれども、社長がこれじゃないっていうこういう感じで選んでくれたのがあちらのお着物で、でも本当に海外で華やかな感じが好まれるので、まあ、基本こういう紫とか茶系が好きなんですけれども、着物親善大使っていう形でそれ用にお仕立てしたのがこちらのお着物です。着物親善大使ですか。はい、そうです。この際に来ていかれたお着物ということなんですね。そうですね、夜パーティーがあるんですよね。パーティーの時に来ました。で帯は高先生の帯なんですけれども、
これちょうど色違いで、ブルー、これは赤なんですけど、ブルーバージョンもありまして、でそっちと結構悩んだんですよね。最終はいやチーフ赤じゃないってあのみんなの意見を聞いて、ね、人にはこう勧められるんだけど自分のことってなるとみんなの意見もちょっと必要だったりして、で最終赤に決まって、で、まあ、こちらも大活躍。コーディネートはどのような形でコーディネートされてきたものですか？はい、コーディネートは初めは高先生がそのままのセットでつけてくれて、仕上げは着物に沿うように着物に似た色で、少しあの金糸が入ってるんでキラキラしてるんですよね。自分で作ったんですよ、これ。丸の形を作って、でちょっと石とか入ってるんですけど、で最後上にレジンかけてモナコ仕様で一つの帯留めも作りいきました。はい、わかりました、ありがとうございます。じゃあ本当にそれぞれ一つ一つのお着物に本当に思い入れのあるものを今日はお持ちいただきまして、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。